はい、じゃあよろしくお願いします。今回は時事問題の2018年5月後半丸2ですね、パート2をやっていきます。で、今回5問問題ね、穴埋めになってますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。でね、やってもらったら今からね、自分が穴埋めやっていくんで、丸付けの方もよろしくお願いします。よし、じゃあ早速やっていきましょう。で、前回の1に比べるとちょっとマニアックなものも多いかもしれません。まあ、そう感じる方もいるかもしれないんですが、まず1個目です。インフルエンザの治療薬の話。ある治療薬がですね、10代、まあ見てくれてるみんなが大体該当するとこだね、10代への使用制限を解除する方針が決定されました。で、インフルエンザの治療薬の中で、まあ一番有名なんじゃないかっていうぐらいに、まあ最近ね、使われているこれ、タミフルです。タミフル、まあ自分も30代なんでインフルエンザかかった時には使いましたけど、まあすごいよく効くと言われてるタミフル。で、これはですね、もともとその異常行動が出るっていう、その10代の子に接種する、まあ使ってしまうと、まあ変なね、変な行動っていうかね、その予期もしない行動を取ってしまうっていうのが言われていて、使用が制限されたんですよ。ダメだって、使うなってなったんですけど、実際こういろいろ研究していく中で、そこは関係ないでしょって、タミフルのせいじゃないでしょっていうのがね、ちょっと証明されてきたので、その使用制限、10代にも使っていいですよっていう方針が決定しました。だからこれがね、多分みんながインフルエンザかかった時にはタミフルを処方されることも出てくるかと思います。で、次。カンヌ国際映画祭。まあ、この名前ね、聞いたことある方もいると思うんですが、世界三大映画祭。もう3つのね、大きな映画の祭りですね。大会の、その1つのカンヌで、長編コンペティション部門っていう部門にね、これ、是枝監督っていうんですけど、一応書いておこうか。是枝。ちょっと読みにくいですよね。是枝監督のある作品がですね、最高賞のパルムドールっていうのを受賞しました。で、まず作品名、まあ、映画のタイトルですね、が、まあ、今回問題にしたんですけど、これ、ね、かなりインパクトあるタイトルなんで覚えやすいと思う。万引き家族です。万引き家族っていう作品名。まあね、今回はこれを問題にしたんですけど、まあもし先生がね、俺が自分が先生でこれ出そうと思ったら、こことか、あとここもちょっと怪しいんで、もしよかったらね、覚えておいてください。まあ章の名前とかもね。で、一応なこれ予備知識なんですけど、さっき言ったの三大映画祭。これ全然時事問題関係ないからね。で、カンヌ以外にも、カンヌと、あと、ベルリン。と、あと、ベネチアですね。ベネツィア国際映画祭、これが3つ3大と言われてます。で、この最高賞を取ったのが、まあ、どんだけすごいかっていうと、1個前、ね、この今回取った万引き家族の1個前の、最高賞を取ったのがこのベルリンで取ったんですよ。で、何が取ったかっていうと、宮崎駿監督の千と千尋なんですよ。千と千尋の神隠しですね。あれが金熊賞かな、が2002年なので、もう16年前なんですよ。そう。だからそれぐらいは取れない。もう当然ですけどね。最高賞なんでね。っていうのを今回ね、是枝監督が、取りましたという話でした。では、次、スポーツ行きましょう。次、ボクシングに行きます。で、ボクシング、まあ、最近ね、ある試合があって、ホニャララ選手がですね、3階級制覇を達成しました。その選手の名前覚えてください。井上、直也選手。ですね、井上尚弥選手が、そのね、このバンナム級という階級で戦ったんですけど、まあ、元々2位 でそのチャンピオンがいて、そのチャンピオンを倒しました。 TKO 勝ちですね。テクニカルノックアウト、1ラウンドで速攻終わったっていう試合なんですけど、まあ、もちろんね、特に女の子ではボクシング見るのも嫌だっていう方もいると思うんで、まあ、試合をね見てとは言わないんですけど、この選手めちゃくちゃ強いんですよ。そう、個人的にもすごいこう好きでね、本当に強い。もう異次元の強さって思ってるんですけど、自分は。で、あとね、顔がね、もうめちゃくちゃイケメンなんですよ。そう。だから、もしよかったらね、ちょっと検索して見てみてください。はい。で、まあ、この3階級制覇、今回バンダム級取りましたけど、まあ、3つの級。だ3つの体重がね、その違うんですよ、級でね。その3つで全部世界チャンピオンになったっていう。で、3階級制覇をした選手は日本ではまだかつているんですけど、今のところ16試合かな、確か。16試合で3つの、チャンピオン。になったのは世界で日本最速なのでっていう選手でございます。まあよかったらね、検索してみてください。で、次はちょっと選挙の方ですね。ある法律が成立しました。で、内容が選挙で男女の候補者数、つまり立候補する人の人数ね、
の男女比率をできる限り均等に同じぐらいにしてって、つまり立候補しますって、はいはいっていう人が男性50、女性50ぐらいにしようぜって、そういうふうに頑張ってねっていうのを政党に求める法律が成立したの。新しくね。で、名前ちょっと書きますね。で、これは、結構覚えやすくて、長いんですけど覚えやすくって、ちょっとお待ちください。まず、候補者が来ます。候補者。で、次に男女が来て、均等が来る。つまり、候補者、男女、均等法。全部言葉が入ってるで。候補者、男女、均等。そのままだよね。内容分かってれば覚えやすい。これは。そう。よく公民ありますよね。そう。なんとか均等法とかもさ、その内容そのまま名前にしてる感じが成立したので、まあよかったらこれもう覚えておいてください。ただ、これ、できる限りとかさ、するようにっていう風に言ってるじゃないですか。これ強制力ないんですよ。やんなさいよって。やんなかったら罰しますよっていうのがないの。やってくださいっていう。そう、法律なので、だからどこまで効果を発揮するかがまだ見物ですよね。この辺は成立すれば選挙がね、行われてないので、次の選挙の時とかにどのぐらいになるかっていう。で、現状ね、なんでこんなのというか、これがね、成立する必要があったかっていうと、衆議院、参議院ありますよね。ちょっとまあ、中1、中2の子たちはちょっと内容、わかりにくくなっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと雑貨、脱線してごめんね。衆議院と参議院があって、女性の比率、衆議院って 10% ぐらいあって、で、参議院が 20% ぐらい。だから、均等にしたければ50、50でしょ。だそこを目指したいわけよ、実際。女性がちゃんと参加してますよって、女性の意見取り入れてますよって、まあ男社会になってるからもちろんここ。そう、なので、それが成立しました。っていう感じ。これも 5、まあね、5月のね、話なんで、ぜひね、覚えておいてください。で、最後は、まあみんな、学生のみんなにね、直接関わってくる ところだと思います。で、ちょっとね、堅苦しい表現が入ってるんですけど、学校教育法などの一部を改正する法律案っていうのが成立しました。これが、ね、成立したんですよ。それによって、教科書の内容をタブレット端末、つまり、まあ、iPad とかのイメージを持っといて、タブレット端末などに収めたほにゃらら教科書っていうのが、来年の2019年4月から使えるようになる予定です。予定。で、これ教科書、何教科書っていうか。まあ、そのね、これは覚えやすい。まあ、デジタルって言うじゃないですか。デジタル教科書って言います。こういうのを。で、これもともとですね、この学校教育法っていう法律があるんですよ。で、学校教育法では教科書は紙ですよっても決定づけられてる。だから、このまんま言っちゃうと、まあデジタル教科書、そのタブレット端末を使うことができなかったの。教科書として採用できなかったんだけど、今回これを改正することによって、そのタブレット端末でもいいですよっていう。そう。今みんなが使ってる教科書あるでしょ。あれの、まあ、ページ、こう内容あるじゃないですか。それがそのままデータとして入ってる。その iPad みたいな画面の中に。で、普通に紙をめくるみたいな感じでスクロールもできるし、見えないところ拡大したりとか、色つけたりとか、そういったことができますよっていう。で、それを一応2019年4月、来年の4月から使ってこうぜってことを目指してます。だから予定なの。決定じゃない。で、しかも、絶対強制ではなくって、その学校ごととか、教育委員会ごとで、使わないの、判断ができるから、実際みんながこれに変わるかって言ったら分かんないです。それは。まあ、住んでる地域にもよると思うんでね。ただ、こういうデジタル教科書ってのはこれから増えていきます。で、デジタル教科書に完全移行、全部デジタルでやっていくよっていうことじゃなくって、デジタルと紙の教科書を両方使っていく。そう。こう併用していく感じ。に、一応それをね、教育の方は今目指してることで、目指してるので、まあこういう変化があるんだっていうのもぜひね、頭の片隅に置いといてください。では、今回はね、この5つの、まあ時事問題ね、やらせていただきました。今回の動画はね、以上で終わります。以上です。ありがとうございました。